おはようございます。6時43分です。そこでこのような準備をしました。7時から下剤です。お腹たぷんたぷんになるでしょう。ジャン君、興味ある？薬を飲み始めました。下剤ですね。これから怒涛の感じになります、きっとね。まずはですね、忘れないうちに今日必要なものをこうやって準備しています。特別なものはないんですけれども、一泊したことを考えて、iPad、 これ重要だと思っています。好きな曲のコードを引っ張り出してですね、一旦はノートに書き留めて、そこから コンピューターにまた打ち込むということをするんですが、これなんか一発でできる形があるといいんですが、そうするとね、問題は著作権の問題に引っかかるので、一応アナログを間に挟んでいます。こんな感じね。さて、下剤も全部飲み切って、トイレの感じも落ち着いてきました。これからちょっと休憩したら風呂に入って出かけていきます。ビューン。はい、ぽんちゃんでぽんちゃんもこうやって心配してくれています。細かいな。じゃくん、じゃくん、今日お昼から留守番しててね。今日は帰ってこないかもしれないよ。ポンちゃん。帰ってくるよね、ジャン君、ポンちゃん。ポリープゼロだったら、なんか美味しいもの食べよう。ねえ。何かね、美味しいものってね。ポンちゃん。かわいい。ワンちゃんかわいいね。ワンちゃん。かたまくない？さあ、じゃあこのカメラをマオイママさんに預けて行ってくるからね。引っ越しをしてからもう2年になるとこですが、この病院も2度目です。ちょうど1年前になるかと思います。に決まりました。ポンちゃん、何泣いてるの？どうした？今日はね、お父ちゃんいないの。明日ね、帰ってくるからね。ジャン君も帰っといて、そっちの部屋から。どうした？ジャン君、ポンちゃん、なんか落ちない？ポンちゃんがピントが合いません。ポンちゃん、まつげがある。もうピントが合いません。頑張れカメラ。頑張れカメラ。ポン。始まる。じゃあまた後でね。帰ってくるって。
とね。はい。ジャンク。ジャンク。ジャンク、廊下でずっと泣いてたの？ジャンク。プレミアム動画配信中だったんだよ。映らない。よいしょ。うんくん。よくん。はい。はい。よくん。お外でね、ずっと泣いててもね、今日は帰ってこないんだ。ごめんね。ここで待ってよね。よくん。このレンズ近いの、大きい方なのかな。ヤンくん、はい。ヤンくん、ポンちゃん、ポンちゃん呼んできて。ポンちゃんもこっちに帰っといてって。夜でもちょっと暑いんだよって。難しいです。キャン君、眠くなってきた。キャン君、はい、ちゃんと遠くにも撮れました。ちょっとアップになってただけでした。キャン君、ちゃんとこ行ってみる？と思ってさ、あの涼しい猫鍋も置いてあるんだよ。それにも入ってね。それ涼しいからね。うん、ポンちゃん、ポンポン、うん、気にするとアップに。こっちの部屋にいるの。ポンちゃん、こっちおいでよ。あ、来る？朝する？なんか変な感じしてるのかな。お父ちゃんいないって思ってる？なんとなく二人でね、
はい。はい。ポンちゃん。あ、行っちゃった。ジャン君、ポンちゃん行っちゃった。ポン。ポンちゃん。よいしょ。ジャン、ポンちゃん。はい。ポンちゃんはピントが合ってるかいまいちよくわかりませんが合ってるんだよね。いつもと違うよね。にゃんくん。ぽんちゃん。ぽんちゃん。
こ行くにゃん、ギャンくん。机の下が好きだね。おい、ごめんなさい。ピントが合いませんけど、ポンちゃんのピントが合いませんけど、ポンちゃんどうぞ。全部食べたいだね、ぽんちゃん。美味しかった。ごちそうさま。よいしょ。ぽんちゃん。ちょっとだけ残ったの。食べます。はい、きれいになりました。ごちそうさま。